東急バス、淡島営業所。東急バス、淡島営業所は、東京都世田谷区三宿二丁目39の一にあり、渋谷駅をターミナルに主に、渋谷区西部、世田谷区東部の路線を所管する営業所である。全路線の運営を、東急トランセに委託している。営業所略号は A。淡島営業所の路線は、その成り立ちから営業所のある淡島通り周辺。 富ヶ谷、旗ヶ谷などの渋谷区北西部、玉川通り以南の3つの地域に分けることができる。また、東急バス全営業所で唯一、所管路線の起点がすべて、渋谷駅という営業所である。最も歴史が古いのは、1920年、大正9年の代々木乗り合い自動車の創業に橋を発する渋谷区北西部の路線である。は、渋谷駅、 三角橋、現、松陰学園前の路線で創業し、1928年、昭和3年に、旗ヶ谷自動車を合併して、中野区方面に路線を拡張した後、1929年、昭和4年に、恵比寿乗り合い自動車と合わして、東横乗り合いとなり、東京横浜電鉄の参加に入った。東横乗り合い時代には、代々木と恵比寿乗り合い由来の恵比寿、それに、 東横電鉄の免許路線を引き継いだ中目黒という三つの営業所が存在したが、この地区では、旗ヶ谷線の前身となる路線が中野駅まで伸びていたり、現在は京王バス東が運行している、発大線の前身となる富が、谷線が、角はず、現、新宿区、西新宿まで運行するなどしていた。そして、三角橋に、代々木乗り合い創業以来の代々木営業所。 1940年に、代々木本町に移転を有していた。淡島通りの路線の歴史は、1923年、大正12年に創業した、日東乗り合い自動車が手掛けた路線に期限を有する。日東乗り合いは、現在の若林線に相当する、中渋谷淡島、世田谷町役場、現、若林小学校北側の路線を最初に、開通させた。 日東乗り合いは、1929年、昭和4年に、多摩川電気鉄道に買収され、東急バス10年の歩みによると、阿波島営業所の開設日は、その多摩川電鉄時代の1937年、昭和12年12月27日となっている。ここに至るまでの間、路線は、宮坂、共同を経て京仙女学園まで伸び、後の大多線に相当する世田谷町役場。 中原口、現、新大田駅付近の区間でも運行されるようになった。その後は、東京横浜電鉄、東京急行電鉄と経ていくが、戦前の淡島営業所は、淡島通りの路線だけを運行する規模の小さい、事業所だった。淡島は、日東の合いから、玉川電鉄に渡った、営業所を直径の元祖とするが、玉川電鉄では、もう一つ、 現在の東京農業大学の近くにあたる、世田谷町桜、現、世田谷区桜に、世田谷営業所、後に、イメージ筋を109となった土地を設けていた。場所的には、現在の鶴巻営業所の元祖と言っても良いが、戦前のうちに、玉川電鉄から、東横電鉄に継承されたものであり、淡島の流れに属する。戦中戦後の混乱の中で廃止され、 淡島営業所に統合された。一方、代々木営業所は大東急解体と同時に、京王線以北の路線が京王帝都電鉄に譲渡されたため、旗ヶ谷線と発大線に相当する短距離区間だけが中途半端に残ることとなり、淡島に統合の上廃止となった。このため、昭和20年代には、セカガヤ通りを走る成城線、調布線なども受け持ち、 営業範囲が、世田谷区、渋谷区、目黒区だけでなく、狛江町、町府町、現、町府市にまで及んでいたこともある。1947年、昭和22年、東急発の都営共管路線の一つ、103系統の運行が始まり、淡島が担当となる。103系統は当初、駒沢折り返しだったが後に、共同駅域に変更となり、共同線として定着。 続けて1950年、昭和25年、旗ヶ谷線を東京駅まで延長して都営共感とした。玉川通り以南の路線は、旧日東乗り合いの時代はもちろん、大東急、そして新生東京急行電鉄になってからもかなり遅くまで存在しなかった。宿山、上目黒、下馬方面では戦前にも、 東横乗り合い中目黒営業所が東横線、中目黒駅や小泉恵比寿駅からの路線を持っていた。1952年、昭和27年、東京急行はこの路線を基礎に、専属線と野沢線の運転を始める。しかし、専属線は目黒営業所、野沢線は不動前営業所の担当となった。その後、昭和30年代になると、 陸軍駒沢連兵場跡地に自衛隊、中央病院や陸上自衛隊衛生学校、民宿病院などの公共施設が次々と開設され、それらと渋谷駅を最短で直結する路線が求められるように言った。東急は1956年、昭和31年、世田谷区内では戦後初の新拠点として、世田営業所を立ち上げる。これにより既存の淡島、 目黒両営業所の負担を軽くした上で、淡島では、新展開として未粛線の運行を開始した。1五十九年、昭和三十四年三月の鶴巻営業所、開設時には、成城線や調布線を移管する代わりに、渋谷線と下馬線の運行を始める、工事図。以上のようにして、淡島営業所は、最初に記した三地域の路線を管轄するようになり、なおかつ、 大田区を営業範囲に加えたのである。平成に入ってからの動きとしては、東急トランセへの運営委託がある。最初に委託されたのは、1999年、平成11年の渋谷線であるが、当時は、東急トランセの営業所がゲバにしかなかったため、同年8月28日にゲバに関する形を取った。なお、これと引き換えに、セタ営業所から、グランド線、 渋谷駅伝園町付駅が移管されており、営業エリアに若干変化が生じている。その後、2003年、平成15年1月16日に、東急都蘭瀬淡島営業所が開設され、同時に、未縮、旗ヶ谷 n h k 参戦の委託を開始、さらに同年3月16日に下馬線、7月16日にグランド線と続き、9月16日の若林線を、 持って、委託路線化を完了した。渋谷駅から国道246号、東京医療センターを経由して、田園調布駅へ向かう。交通量の多さ、自由が丘駅周辺の道路幅の狭さ、大井町線踏切から遅延に悩まされるが、およそ10分をきに走っている便利な路線。鮮明の、グランドとは、駒沢のゴルフ場跡地、元陸軍連平場、現、 駒沢五輪公園に、かつて存在した、駒沢野球場に由来する、現在の駒沢公園野球場と異なる。同球場を本拠としたプロ野球、東急フライヤーズとのタイアップ路線でもあった。原型は、昭和初期に、メカマりリアが開通した自由が丘駅、駒沢ゴルフコース線である。戦後は1953年、昭和28年5月21日に、 自由が丘駅三軒茶屋の運行が開始、1954年、昭和29年9月10日に渋谷駅に延長され、1956年、昭和31年11月15日に発着点が自由が丘から田園調布駅に変更された。当初は目黒営業所が担当したが、田園調布駅への延長もせた営業所に変わった。この路線は利用者が多いだけでなく、 自由が丘や田園調布といった東急エリア随一の洗練された街並みの中を走る路線。このため運行車両のグレードアップにより他線との差別化が図られてきた。1986年昭和61年にはシートサスペンションなどの設備を向上させたロマンス車、貸切兼用車両が集中投入されている。同車のボディには 従来の銀色と赤色に金色を追加した豪華な装飾が施されており、他社との差は歴然としたものだった。1998年、平成10年にロマンス社が廃社時期を迎えると、その代替として、当時はまだ珍しかったノンステップ社が大量導入され、再び注目を集めた。淡島への移管以後もノンステップ社の導入が続けられ、現在では全便が ノンステップ車で走行している。瀬田時代には、入古寺、田園調布から、その01と、同じくカ八経由で営業所へ向かう便のほか、渋谷発では、約も3丁目で自由通りに入らず目黒通りを、直進、黒霊二の経路で、上野毛駅まで進み、カンパチ通りへ右折して営業所に向かう便が、存在した。1999年、平成11年9月1日に、 阿島へ移管され、出入庫時に運行されていた渋谷駅瀬田営業所は、渋谷駅都立大学駅に変更された。田園調布側についても、三宿止まりに変更され、到着後は阿島まで改装される。出庫時は、八ク高校発渋谷駅行き、昭和女子大、八ク山頂目発田園調布駅行きが運転される。玉川通りを三宿まで進み、下は、東山を経て、 渋谷駅へ戻る、循環線。自衛隊中央病院と事実上の併設員である、公務員共済未宿病院、東方大学医療センター大橋病院など沿線に、大規模病院がありそれへの病院輸送を中心に、昭和女子大学への通学輸送、陸上自衛隊、未宿駐屯地への通勤輸送、ドンキホーテ中目黒本店の買い物客輸送も担う。 昭和30年代の開通だが、ごく初期に限り、渋谷駅未宿上目黒5丁目、現5本目二丁目として運行していた。路線名は未宿線、あるいは未宿循環線だが、乗客への案内は下馬1丁目循環を用いる。出庫時は未宿発、淡島から改装が運転される。かつては渋谷駅循環じゃ崩れと案内していた。 蛇崩とは、ゲバ付近の昔の地域名で、三宿病院停留所の旧称でもある。渋谷駅から玉川通りを三宿まで走り、三宿通り、下馬通り、神奈良を経て、野沢龍雲寺に至り、野沢通りを経由して、渋谷駅へ戻る。東急東横線と、田園都市線の中間にある、世田谷区野沢、ゲバの地域湯と、 東京学芸大学附属高校への通学輸送を担う。なお路線開通直後は東京学芸大学世田谷分校も存在しており、学生で賑わった。平日朝は5分間隔、日中はおおむね10分間隔で運行されている。2003年6月16日から2014年8月31日まで、深夜バスはげ場営業所が渋谷線として担当していた。 深夜も、未宿止まりがあり、未宿交差点を直進して車庫へ戻る。出庫時は、未宿、野沢流雲自発が運転される。昭和三十年代の開通だが、前述の未宿循環の開業より数年後のことである。渋谷線は、渋谷駅から未宿、下馬一丁目、野沢交番前、都立大学駅北口を経由し、東京医療センターへと向かう。 元は1959年、昭和34年5月1日に、渋谷駅都立大学行きが谷から、下丸子池上駅大森駅を、東営業所と池上営業所の共感で運行を開始、後に大森総社所まで延長した路線である。これ以前に、池上担当で運行していた大森駅行きが谷の路線を延長する形で、 渋谷線として成立したが、1981年、昭和56年5月26日には、渋谷駅マリコ橋、淡島担当、渋谷線、渋33と電園長付駅、大森総社所、池上担当、下、マリコ線、森10分割された。渋谷線はこれ以降、1988年に、渋谷駅都立大学駅北口間の渋34、 系統を設定し、1989年、平成元年12月16日には、マリコ橋折り返し所の廃止に伴い支部33、系統を玉川園、現、玉川駅まで延長、2002年、平成14年10月16日には支部34、系統を、東京医療センターへ延長するとともに、玉川駅からの折り返し便に相当する玉川駅、 東京医療センター間のタマ01系統を設定した。1999年、平成11年8月24日をもって、ゲバ営業所に移管され、東急と乱世の委託路線となったが、2014年9月1日に、淡島営業所へ再移管された。タマ01系統は2011年、平成23年3月1日に、支部33系統の一部とともに、セタ営業所に、 遺憾の上、雪が、谷線となった。2017年、平成29年2月1日、渋33系統の世帯営業所担当便が廃止され、渋33系統は平日朝の初便、渋谷駅玉川駅1往復と、未宿始発の出庫便、未縮玉川駅1便のみの運行となった。2018年、 平成30年2月28日をもって、渋33系統は廃止され、当営業所としては渋34系統のみを担当する、南側の玉01系統、雪が谷線とは完全に分離された。渋谷駅から淡島通りを経由して、世田谷区若林方面へ至る。淡島通りの本線路線であるとともに営業所の主管路線。 淡島通りには2002年まで国立小に病院、現、国立生育医療研究センターが立地していたが、移転後は、筑波大駒場、都立駒場高校、都立国際高校、駒場東方、日本工業大駒場、駒場学園といった中、高等教育機関への通学輸送の役割が、極めて重い。特に支部51系統は、所管路線の中で、最も本数が多く、 平日朝は2分起き、日中でも1時間20本は走っている。1987年、昭和62年11月2日より深夜バスも運行されるようになり、2006年、平成18年5月20日からは、土曜も運行している。出入小便として、渋谷駅や川島の区間便も運転される。元も々ともと、川島通りでは、戦前から続く、宮の坂経由で、 共同に至る路線が終戦直後まで運行されていたが、1949年、昭和24年3月10日より、この若林線が渋谷駅若林で運行されるようになった。そして、共同へのルートは、国際工業から小田急グループ入り市特内への進出を目指していた小田急バスにわたる。その後、1962年、昭和37年に、 渋谷駅世田谷区民会館が開通。その後城町線に統合され、渋谷駅淡島用が田園調布駅となった後、昭和40年代に再び、渋谷駅世田谷区民会館となったが、昭和50年代に淡島へ移管されて、若林線に統合されるまでの間、区民会館線と称して鶴巻が担当していた。渋51には2002年8月から、 渋52には2003年からノンステップ車が運用に入るようになった。なお、渋谷駅や和島では、並行する小田急式バスの渋54系統も、早くからノンステップ車を導入してり、現在は運行される、バスのすべてがノンステップ車となっている。2015年、平成27年12月1日、渋52系統が分かれ H 系統と統合され、 若林百貨店循環線として再び、鶴巻営業所の担当となった。若林系統は2013年、平成25年8月30日より、若林線に沿い、東急百貨店本店前を経由して、渋谷駅バス停に停車しない、循環路線として、ゲバ営業所の担当で運行を開始したが、この統合により、渋谷駅を経由するようになった。 渋谷駅から国道246号、上泉町交差点から旧山手通り、山手通りを北進し、東大裏交差点から高見通りに入り、東大駒場キャンパスの北を走る。さらに三角橋交差点から、東京都道4 2十号サメズ大戦線にそのまま、直進。東北沢駅を経由して五条橋交差点から、住宅街の細い動に入り、ヶ谷折り返し所へ。 向かう。1時間に2本程度の頻度で運行している。路線内にある、代々木上原停留所は、小田急小田原線、東京メトロ千代田線の代々木上原駅とは全く異なる地点にある。また、終点の旗ヶ谷折り返し所も、京王新線旗ヶ谷駅から離れた住宅街の中にある。こちらは、同駅から徒歩圏内となっている。歴史は古く、 1920年に開通した、代々木乗り合い自動車の本線を起源とする。当初の終点は三角橋、現、松陰学園前で、代々木乗り合いの本社、後の代々木営業所もそこにあった。昭和に入ると、中野方面に延長され、戦中までは六号通り、鍋屋横丁を経て、中野駅まで直通していた。戦後は、1946年、 昭和21年4月21日に渋谷駅東北沢駅で運転を再開する。大東急の解体と同時に中野営業所を上都市、東急のエリアは旗谷以南となったが、1950年昭和25年5月6日からは、都営バスとの相互乗り入れで東京駅まで延長123系統、旗谷渋谷駅ため池東京駅へと生まれ変わった。 その後、東京都交通局の第二次再建計画による路線再編成により、1977年、昭和52年12月15日限りで東京駅直通運転を取りやめる。都営は渋谷駅と新橋の間に平行路線があったため、全線廃止、撤退した。東急は再び渋谷駅が起点となり、現在の形に落ち着いた。 その後の渋谷駅乗り場は、東口、玉川線の渋谷駅跡地と移り、渋谷ワークシティの建設により1994年、平成6年に、道乗り場が廃止されると、南口バスターミナルに移動した。これに伴い、旗ヶ谷駅の方向幕は、五条を防ぐために、全面青字のものに交換された。元は、上町線として、渋谷駅から若林、上町、 用が、区本物を経て、田園調布駅まで運行していた路線。1973年に、田園調布側を、その例に系統として、分割、本系統も引き続き区民会幹線としてつるまき、営業所が通したが、駒沢営業所閉鎖と同時の1984年、昭和59年3月16日付で、淡島営業所に、遺憾の上若林線に統合された。 2015年12月1日付で、若れ一系統と統合、若林百貨店循環線として鶴巻営業所に戻された。渋谷駅から淡島まで、若林線と同経路を走り、大沢小学校を経由して、関七通り沿いの大体4丁目に至る路線。東急の戦時休止路線で最後に復旧した路線で、1953年、 昭和28年10月16日に戦後の運転を始めた。なお、戦前は玉川電鉄時代に大体4丁目を、ほぼ同一に中原口という停留所があり、ルートは一部異なるが、淡島通り側からそこまでの路線があったことが記録されている。京王井の頭線や小田急バス梅ヶ丘線とほぼ並行していたこともあり、乗客は比較的、 少なく、若林線との重複整理を理由に1978年、昭和53年12月19日限りで廃止された。代々木乗り合い自動車の富ヶ谷線以来の伝統を持つ路線で、現在の旗大線、渋63や初大線、渋64が慶応に渡った後も長く、東急が単独で維持した。ところが、1997年、 平成9年12月、京王帝都電鉄、現、京王バス東が、特内均一運賃の値上げを見送ったのに対し、東急は、現在の210円均一に値上げしたため、高が10円とはいえ運賃の安い京王、さらには、並行して、渋66系統を運行している、都営バスに乗客が流出してしまう。そこで二千年、平成十二年六月十六日、 京王バスとの共同運行を開始。東急担当便も京王に合わせて200円均一に値下げされたが、2002年、平成14年5月31日限りで、東急としての運行を終了。翌6月1日からは、渋谷発大線の名前で京王へ完全移管となった。その後、2013年、平成25年5月13日付で、中野営業所に再度移管。 既存の旗大線や初大線と担当が合わせられて現在に至る。渋谷駅と NHK スタジオパークとの間をノンストップで結ぶ短距離の路線であった。京王バス、現、京王バス東との共同運行で2000年3月18日に開業し、運賃は一般路線より安い150円に設定されていた。NHK のキャラクターがラッピングされ、 車退職を紺色とした、この路線専用の中型車で運行されていたが、点検時や増発便など臨時で一般車を充当されたこともあった。また、車内放送は一部時間帯を除き、基本的に NHK のキャラクターによる自動放送が流れていた。2010年3月31日限りで、東急は撤退し、翌4月1日からは、初大線と同様に、京王バス。 当単独となって、現在に至る。渋十三系統は廃止直前は、平日朝に一から2本が運行されるのみであった。淡島営業所は、長年、三菱不装が指定メーカーだった。九百六十年代の三菱日本重工の時代から、三菱重工、三菱自動車、三菱不装トラック、バスと受け継がれてきたが、その後、日野自動車と日産ディーゼル、現。 ドトラックスの車も目的に合わせた心臓や、転属などで配備された。2014年12月現在、三菱不走、日の車を中心に、大型短尺車と中型車、小型車のバリエーションがあり、61台のバスが配属されている。大型短尺車は、ノンステップ車に統一され、グランド線、若林線、下馬線や若林先進やバスを中心に、 運用されている。三菱不うエアロスターとエアロスター、S、ド、トラックス OEM 社、日野、ブルーリボン E が主力である。A720 号車は鶴巻営業所から転属した、車両で当営業所唯一の土車であったものの、2013年に、新羽営業所に転属。ラッピング車も多く運行されており、2011年に、 国土交通省大臣賞受賞作品のラッピングが AA1075 号車に貼り付けされた。ちなみに A585 号車はかつて三菱不装トラック、バスが東京モーター用に出品する予定だったサンプルカーで東急バスの標準仕様と比較し、サッシが黒になるなど内外装の仕様が大幅に異なる。元サンプルカー導入は AA585 号車が 東急バス史上初となる。また、2015年度には、淡島初のハイブリッド車として、日の新型ブルーリボンハイブリッド A1502.1503 号車が配置された。中型車は、新低小バスのロゴが貼られたスロープのない三菱不装、エアロミディ MK ワンステップ車。ただし、NHK 専用車は、車椅子に対応の置き換えで配置された三菱不装。 エアロミディ系と日のレインボー E ノンステップ社が所属し、未宿線、旗ヶ谷線で運用されている。2014年には、目黒営業所からエアロミディ MK のナロー車が転入し、未宿線や若林線などで運用されている。小型車は、八甲バスこと渋谷巡環線専用の日の、ポンチョ、渋谷駅東口宮松坂のリバ、東急百貨店東横店と、 東急百貨店本店を結ぶ無料循環バス、シティシュトル用の三菱不装、ローザが所属している。2014年度途中の11月17日から、世田谷ナンバー、ご当地ナンバーの使用開始に伴い、新車と転入車は世田谷ナンバーで登録されており、2014年度のエアロスターと2015年度のブルーリボン E、型ブルーリボンハイブリッドが世田谷ナンバーとなっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。